どうもこんにちは、えー、今日はね結構長いですよ悟りですからねでもこれ悟りに興味持ってる人がいたらあの決着今日つくと思います今これ聞いてたら悟りってなんなんやろうっていうことで、まあ、悩んでたりする人がいたらもう今日これで決着つくしもう修行する必要もないし もうう大丈夫やと思うんですけどまあまあ言うたらあの僕悟りまあ開いたっていうかまあそういう言い方あれやけどまあまあ気付いたっていうことですかねでまあそれに関してあのまあそんなわけないじゃないかっていう人いると思うんですよそういうのねやめてほしいんですあの結構打たれ弱いんであの 人には言うんですけど <laughs> 言われるのむちゃくちゃ苦手でそんなんまだ夜かだよとか夜かまでも言ってないよとかなんかそういうのなんか言うとくのやめてくださいあのもういいんでこういうの,あのいい加減なこと言うのはまずねこの悟りにね段階があるっていうのもねまず間違いですねで もうほんまに決まっても一発やと思いますしそっちってなんか大麻みたいな <laughs> 決まったらって怖 <laughs> そうですね悟りももう捕まるかなこのうち悟りましたみたいなんで逮捕されるみたいな座禅したら逮捕されるみたいなな,なるんじゃだって決まるからでそういうことでね 全然ドラッグと全く逆ですねこの言われてるなんか何もないですあの,のまずこの愛とか光とかこんなこと言ってるやつはもう、まあ、大体うさんくさいしうさんくさすぎるっていうのがありますねで僕はなんで悟りを求めてきたかって言ったら、まあ、小学校の時にやっぱ低学年ぐらいかな その時にあの「釈迦」っていう本読んであのー、それで悟った後も人が変わるんですね途中までこう苦行とかしていろいろ悩んでるんですけども悟った後こうすっごい人を論破していくんですよなんかそういうのがなんでこんな悟った人変わんねやろうって思ってで友達と関係してたらなんかあのー 全然楽しくなくて俺悟ってないのに関係してていいんかなって思ったんですでこれはあのいやあの僕のこと信用してないかもしれませんけどもうめっちゃ本も読んでて見てくださいあの この相原浩二先生の,あの下ネタで考える学問とかこんなん読んできたんですよ絶対信用できるでしょううこの時点でもう一冊いきましょうかこのオカメインコとの愛情あふれる話イチコインコこれね読んだ人が 信用できひんかってこの2冊紹介した人が信用できないかっていうことですよまず言えるのがででその,その小学校の時にねえー、そのさあのなんや関係りや関係りしてる時にもう俺悟ってもないのにこんな楽しんでていいんかなって思って なんかみんなと一緒にあの楽しめなくなったんですよ。俺悟ってないのになって。自信持って生きていいんかなみたいな。悟ってからしか自信持って生きられへんのちゃうかっていうことでまああの求めるようになってですね。で今に至るっていう感じでやっとこれであの座禅福井県習いに行ってこの老師のとこに。 悟りって何どうやってやったらいいんですかって言ってまあ大体この悟りの内容とか教えてもらってこうやってしたらできるよみたいな感じで言われるんですけど一向にこう来ないんですけどもでまあまあちょっとこうパッと気づくようなことあったんですけどもまあまあ、最近はっきりしてきはっきりしましたねこのなんかこの車で帰り道にあの。 なんかこう独り言言,言言ってたんですけど独り言,言言ってたらなんかあなんかもう全部なんかドレミファソラスドみたいな感じでもう,もうなんかこう何言っても「こうあああれなななな何これ?」みたいな「何これ?」ってっ何これ?」が「なーにーこれ?」みたいになってでなんか 何言ってもなんか,あななんかもうな,なんかもう言葉になれへんみたいな「ドラえもんはちょっとみたいな感じになって「やばい」ってなってであのー、その宮崎あ言っブってた <laughs> 悟りの老師にあのー、言ったんですよこれ電話でねまあコロナやから今会いに行ってないんですけども。 こんな感じですけど、どうですかみたいな。電話で言ったら、おぉ、ほんでほんでみたいな。ねどうですかいや、今こんな感じです。みたいな言って。ほんでほんで、な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 なみたいな感じになって。で、あの、あの、 ね、その,そのどど,どそれはどっから聞こえてくるみたいなことをよ全問だみたいなようおっしゃられて「どっから聞こえてくる」<laughs> もう酔っぱらって「<laughs> どっから聞こえてくるんだといい」ほんまに電話でで喋ってるほんほん,ほんほんほんみたいなで ほんでも結局どっから来たって言ってこっから来てますって言おうが何言おうがもう,もうな言えへんみたいなねなったんですよ言われへんみたいなほんである言うある言てもない言うても結局一緒なんですよねあーどっから来たから来たとか南から来たとか ど,どっち言うてもなんか何言うてももうドレミファソラシドって感じでもう絶対これ <laughs> 頭おかしなったみたいな感じ思われるかもしれませんけどまあそうなってまあ一応認めていただいたみたいな感じになってそのままでいいよみたいなそのままでいえわけない <laughs> 社会生活できないんでまあまあこの言葉 もうまああの大事にこうしないと社会生活できないんでもうそれでやるしかあのその人間にもう一回戻るしかない人間ていうかまその普段に戻らないとチャンネル変えないとあの仕事もできないし仕事もそうじゃないですかおはようございますって言うと午後こういう仕事をしてくださいとかを指示された時にねこうどれーみまそらしいどうで。 聞こえたらまずいわけなんですよね、まあ、何が言いたいか言ったらもうこれぐらいなんかもうそのすることとか言葉とかがなんかこの、まあ、言うたらオートマチックなんですねこうカーってオートマチックにもか言うことがもう自分のこう意,思意思とこう意思で今言ってるようでこう出てくるもんがもうバン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 って出てきてるだけのことなんですよね。 だからもうどうっていうことは、このみんながもうやってることがもう結局、うそうやってパン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 って全部出て出てる。パン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 って出てるだけやから、もうスコンパンスコンパンパンパンってもうどこでも賢いでも出てるだけのことやから。っていうことはもう、一緒 <laughs>。一緒なんですよね。みんなが、あの、全く変わらない。 ですよ本当に。だからあのー、そも,うもう本当にもうあなんか一緒なんだってなったらこののそ例えばこの障害持ってらっしゃる方とかもそうだしそのそ誰が見てる世界もねああ一緒やっていうことがね分かったんでそれで。 まあ、本当悟りたいと思ってたほど動機みたいなとこはやっぱ独り勝ちしたい自分がもう悟ってもう天下取りたいみたいなあったわけなんですよこの欲望みたいなむちゃくちゃあって悟ったらもう全員バカにしたろみたいな <laughs> 世界中の人もバカにしたろみたいなもう俺にもうひれ伏せみたいなあったわけなんですけども,もそれが もう真逆でしたね。もうこんな意味のないことに頑張ってきたんかみたいな <laughs>、うん。だからもう他の人たちもみんな肯定せざるを得ないんですよね。だからもうそこでもうみんなが見てる世界がもう結局一緒なんでだから何か言ったよ「夜かもない」って。 今ここにあるこれがもう全てなんでもうこれってみんな一緒じゃないですかこのまっきり言うて違いますかね全部一緒なんですよでそこでもう一人勝ちっていうのはできないわけですよ悟る同期悟って偉そうに飲んで誰かに語りたいとか でなんでこれね喋ってるかって言ったら YouTube で聞いてる人ぐらいでの一部の人しか悟りなんて興味持ってないんですよ。だからあの俺みたいにこの漫画「電気辞典」読んで「あこんなどうやってしたらいいできるんやろ」「悟りってんやろ悟らんと自信持って生きていけへんちゃうんやろかなんやろって悩んでる人にとって必要なもんだけど他の人たちって。 今を別に生き生き生きてるじゃないですか。だから、の悩んでる人のもんなんよね。武道者の、武道者たちのために、まあ、悟りっていうのは、なんかどうしても求めてしまうタイプの人がいるみたいで、僕もそのタイプやったってことだけのことで、でそういう人たちにとってはもうしっくり来ないんですよね、生きてて。 こうバシッとはまらん中で生きてるんですけどそれがまあ悟ったら気づいたらまあバシッと来るみたいな感じでもう全部バシバシ来ますよ確かに今生きてるってでもそれ今なんやみたいな感じでバシそうやそうやもういちいちうなずけるんですけどもでもそれって今までうなずけんかった こう反動なんちゃうかな <laughs> うなずきかつに生きてきた反動でうなずいてるけど多分慣れてきたらもうそれもなくなるような気がしますけどねであので一般の人たちにこれ言ったらもうほんまに何何なんそれみたいな <laughs> そんなことせんでも普通に今今や 言われるんですよもうその通りなんですその通りただ回り道してきただけなんですよねだからあのこうやってお茶のものに普通の人やったら「あ美味しいなって」で済んでることを「美味しい」って「おしい」って思ったら「あかんのちゃう」とか。 <laughs> そうやって思ってて思たんですよ悟ってもないのに本当のことって何のなのか分かってもないのに美味しいと思ったらあかんちゃんお茶なんか味,味わったらあかんちゃんとか思ってもちろん美味しいんですけどなんか7割ぐらいの気持ちよさみたいなあとの3割がしっくりこないみたいな感じは。 常に何十年ってあったっててあたことですねでそれでまあその,里の座禅習ったりとかまあまあいろんな今までの要因があったんでしょうけども、まあ、決定的なのはこの家帰る途中にねその、まあ、ドレムファソラシドみたいな独り言がなってやばいぞって感じになって仕事の帰りにでまあ老子に電話したんですけどまあそれで,でも決まってしまったっていうことですけども。 もう本当に決まったっていう、もうこの証拠は本当に、もう本当にもうほんまに、愚痘者たちは、多分お前は悟ってないって言うと思いますよ。でも、あの、本当に悟ったか悟ってないかって、もこれなんですよ。今、いた、これ、これです。この世界。 もうこれ以外にないんで、これしかないです。本当に。これが悟りですね。もう本当に。もうこれ以外ないやん。もうだって。あるで。これでも文句ある。これでも。で、そのこれはもうみんなが今、悟っても悟ってなくても持ちえてるし、今、 あることなんですよ本当に <laughs> うん。なんかすっごいありがたいし、なんか居心地もいいし、もう本当に安心できる世界ですね、この,こ,のこれは。でも、はっきり言ってコロナウイルスかかったり、多分肺炎とか、肺炎僕一回なったことあるけど、なったらやっぱしんどいと思う、しんどいですよ、病気になったりとか。 健康かなり大事やね。幸せなことの安心っていうのね。健康とか。やっぱり、の何があっても大丈夫っていうのはないですよね。はっきり言って <laughs>。うん。信徒を滅却すれば火もまた涼しいよって、わざわざ火なんかいかんでいいやん、そんな。な燃,燃えててやで、自分が。涼しいな、なんて。そんな別に。 それはもうほんまにもう燃えてたらもうそうやって持っていくしかないかもしれないけどわざわざ燃える必要もないしわざわざ苦しいとこに行く必要もないしうんまあこれも皆まで言うたらこれもうオートマチックっていうことやからまあ何それにしてももうどうしようもないんやけどもでもあの そうどうしようもない中で今話ししててるってことねどうしようよもない中で出てきてるもんが今これなんでもうそれで喋ってるんですけども本当に落ち着く世界ですね落ち着落ちだから厳密って言うたら落ち着こうが落ち着く前がっていう話なんですけども何言っててももうもう,もうわわわって出てるだけのことなんで出てるだけのことなんですけども 言葉にしたら、まあ、言葉にし,し,してしなんかこうするとまあこの落ち着く安心できる世界ですよねある程度もう本当にほら大病,病してたりとか息き生はは,は,はってもうなんかすごいガッってなんかビってなんか突き刺さってなんかブッブッ誰かの。 攻撃されて突き刺さったりなんか事故とかなんかなって時絶対しんどいからそれはあの治したり病院行ったりもちろんしますしねそういうことはありますけどもまあ基本なんかこう健康でこう普通の時やったらまああの納得できるんじゃない納得できるんじゃないかなと思うけどね うんうんそうすこの今っていうところ納得できると思いますよ健康であったら健康でな健康でなけなあかんのかな <laughs> <laughs> ある程度健康であったら健康であったらもういいかなと思いますうん,ですうんまあまあその苦しいなりにこう まあや苦しいことは苦しいけども、その、今のまあ状態っていうのは本当に、もうこれ,これしかないって感じですね。うん。だから、そこでは悩まないってことだけですよ、本当に。あとは一緒ですね。うん。で、一般の人は、 そそもそも悟りなんか求めてないから <laughs> <laughs> 必要でも何でもない求める人にだけ必要で求める人だけえしっくりくると楽になる世界なんでだからなんなんやろうなこう悟り 求めなさいよっていうなんで言うんかなって <laughs> っていうのはあるけどねでもこれぐらいなんか昔ってそのいろんなこうなんか輪廻とかねなんかこうしたらなんか人格が人,格人徳を積んでとかね輪廻してとかなんかす すごい名シーンみたいなのがすごい盛んだったじゃないだったんだと思いますよそれでまあお釈迦様が何だってなだ <laughs> これかってなっただけのことで,であとの経典とかも結構なんか脚色されてるんじゃないかなって思うけど荘厳な世界みたいなのは特になかったと思うようん なんやんこれやんみたいな <laughs>。これ以外ないやんみたいな感じやと思いますね。うーん。そうそう。もう本当もそれだけだと思いますよ。これ、だってこれ、否定できる人っていないでしょこのこれって。だって俺がどうこう知ってるとか、中が、俺の内面が気持ちいいとか、 そんな話してないもんだって。何にも気持ちいいとかないし。ほんななんか、愛で満ち溢れて、もすごい、あの、ハッピーです、みたいな。もう、ハッピーでも愛で。その嫌いなやつおるしね、俺も <laughs>。嫌いなやつもむちゃくちゃ好きになりました。ハッピーです、みたいなこと言ってないし。 誰も許せるようになりましたって言ってるわけでもないしゆるそんな悟りの,の世界と確かにあのオートマチックにごんって動いてるからなんかみたいな感じやから出てるもんが出てるだけの世界やからそれはあのそうなんでしょうけどでもあのそのそ 人間の考え方でやっぱ考えないとあかんことってあると思うんですでそうなるとやっぱり人殺しとかもあかんしねこのオートマチックな中で俺はもう人殺,今その人殺しあかんっていうのが出てるっていうことなんですけどもだからこれがま結局この釈僧の教え でなないい教えみたたが出てきたんちゃうかなっていうそれも別にこの教えであって教えでないっていうことになるんですけどね聞くドレミはそらしだみたいな感じだからそんで出てるもんが出てるだけのことだったと思うんですけどね本人の中では。で、まあ、結局本当にさっきから言うけどの悟りってんなん ででもでもこれしかないやんか <laughs> これしかないやんだからそれって否定できる本当にこの事実をもうこれしかないから禅が言ってる全を否定するかもしれない全全は全は悟りではないって言うかもしれないけど これしかないと思うけどなほらー多分じゃあこれってもう今目の前にいる皆さんの目の前にあることがもうそれなんですよだからもう修行のしようもないし修行修行なんかもう座る座ってその座禅してからあその 悟ってから座るやんやったら意味あるかもしれないけどそれまで座ってんのってたぶ求めてるだけやからどうなんかなって思うけどのでもほんまにこれやからそのもう求めるのやめてもらったら今それでも解決しますからもう別に40分頑張って座ろうとか今日一晩座ったらんか待ってるみたいな。 と考えなくても1週間接神参加してなんとか解決してやろうみたいなこと考える必要ないと思うんですよねもう今決着つけてもらったらいいことなんで本当にもうこの今までも見えてきてるこのこれだけですよ本当にうんそれそのさっき言ってたもの ドレミファソラシドとか言ってるのももうまやかしなんで、もう本当に。それももう、あの、本当に、そんなこと自体もまやかしなんで、出てるもんが出てるとか言ってるけど、そんなこと別に考えずに、うん、出てるもんが出てるもんも考えずに、もう本当に今、もう本当に普通のこの感じ、これはもう本当に、 納得してもらってそれで進むことなんでうんもう本当とにも自分のことも考えなくていいですよこうしべってるこれはどっから出てきてるとかこのいろんな人が出てるのはこうから出てるのとかまあ信羅万象こうで出てきてるもののこと何やろうって思わなくてもそれが別にオートマチックだろうがオートマチックでなかろうか。 ただ目の前にあるこのこれこれだけはもうほんまやなって思ってもらったらこの全くもう問題ないですよ本当に安心してください俺でもう修行も必要なしだしこのごめん音今の音とかももう聞こえたまんまやから <laughs> こうったままですわ今ご用意あるでしょ全然でもうそのまんまどっちがなったとかなんか言うなんか言ういや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 みたいな <laughs>「いやそれですやん」って「今何がなったどっからなった」とかなんか言ういやいやもうそれだけのことでしょみたいなこと何なんのこれ以外何があろの?」みたいな。 ないそんなったとかどっちがとかうん何なんのそれみたいな感じになると思いますけどそそれ今した以上のこと何かあんのみたいな,なんかそれだけのことやしうん何でもないんですよだから俺もお前が悟ったとかあこれお,このお前が悟ったんじゃない お前は悟りなんかじゃないって言うかもしれないですけどじゃあね俺俺が悟ったんをね否定する,かするかもしれませんよちょっと見てくださいねあかん持てへんわ <laughs> じゃあ俺だけ消えます これこれだけのことやんかこれ悟りこれ悟りですこれ分かったでしょこれが悟りですねこ俺が言おうが今まがこれこれこれよ分かったやろ今気づいた人いたやろ1010 10人ぐらい気づいてほしい 楽になるから求めてる人がいたらね何でも思ってない人はあれやる。もうこれでこれで解決ですこれでこれで肯定ですこれでこれで全部もう否定も肯定もないけどこれ悟りですわこんだけです なんか人生きていく道とかこの人間として生きていく社会の中で生きていく中ではもう本当に役立たない <laughs> 何の役にも立たないですけどもこれこそもう本当になんかツーリング楽しんでる人とかまあまあ 色々いるでしょうけどの娯楽とかやってるな中の、まあ、一つになろうかなって <laughs> 興味持ってる人一応わずかな人はいるからその人にとったら、あのー、本当に役立つと思いますよ本当にだってもうこれ以外ないから否定のしようがないね やしそれやったらこれを否定するやったらあなたがあの目の前にあるもん否定するのと一緒やから、うん、もうほんとそうなんですよあなたが目の前に今あることをもう納得したらいいねんね、うん、それだけのことやからもうそれ以上はないけどもうなんでこの動画をあの流すか言うたらその やっぱ自分みたいに悩んできた人にも一刻も早く解決してほしいしもう解決しますもうこれでもうこれ以外ないからであの動画とかでなんかよくこうすごいなんか愛に満ち溢れてるとか言う人いるじゃないですかなんか悟ったとか言ってそんな人はすごく怪しいと思ってください あのそうやって言ってなんかそういう境地を目指しなさいみたいな感じでこう釣りますから俺についてこいみたいなまあ俺も釣ってんねんけど今 <laughs> ほんまにこれで再生数一回いってみたいなってまだ20人ぐらい最高やし20人のうち19人俺やから20回再生みたいな。 最高なんですけどそのうち19人俺なんであの <laughs> 19回か俺なんで1回なんか100とかもうすごい淡い期待ですけど1,0001,000 1000ぐらいも頑張ってみたいなっていうのがあるんでもう今日はもうこれ一発で解決できるっていう方法をちょっと皆さんにお教えしたんでもう本当に。 これはもう動画の回数言ってほしいなって <laughs> ですけどもでもほんのほうじゃない釣りの人っていると思うんですよでその嘘ついてない釣ったらあかんなって思うんですよその愛がすっごいみたいなそういうのじゃないからだってこれあいたごめんこれ愛ないや これが悟りやからここに愛があるかっていう話や、ね、な,ないやないないでしょないってだからそれがなんか嘘つきやなって思うしそう夜かとかいうやつも夜か <laughs> 夜かの意味なんか忘れたけど夜かだよそれとかまだ夜かにいますねみたいな もっと段階段階を言う人とかもだって何回も言うけどこれに段階あるかこれないやろもうこれ以上もう徹底してるもんないやろだからもうこれで落ち着いてもらったらそれでいいもう,もうもうこれで悟りは皆さん解決しましたねだからあの そそうそう死んだらどうなりますかっていうのが解決する解決か死ぬのはな怖いっしょやっぱ <laughs> 怖いよだって死ぬ前のこととかも怖いやんなんかやっぱはははってなるやんなんとかは怖いと思うよ多分 そうーんそんな解決してないからお前は悟ってないとか言う人たち。もう一回言う。これを、俺がいないよ。下に俺いないって考えてね。これ、これをなんか言える文句あるかないやろこれ <laughs>。 だから、まあ、人間やがみ、いろいろあるけども、一応、まあ、悟りって、もう、だけのことやと思うね。うん。だから、求める人がいる以上、こういうのでなくならへんやろうな。うん。もう、僕はもうずっとしっくりきてます、この頃。うん。もう、もう、ずっともうしっくりきてますわ。うん。何も,もないです、そういう、求めるとかは。 <laughs> あれも欲望とかも結局欲望は持ちますよもうねご飯食べたいし綺麗な人見たらきれやなって思うしうんそんなんあるよお金も稼ぎたいしあるよ健康でいたいしそんなんあるよそんなんなんなくなれへんと思う絶対に ででも楽楽は楽ですよ今,今これに納得できるっていうのは納得できなかった人にとっては大事なこと納得。全然そんなこと気にせずに社会生活してる人たちに一般の人ですよ99%でしょこんな話したら聞いてくれる人だって一人もいないもん僕の周りにはねめんどくさいこと言ってるなってなるけど。 これで悩んでる人にとっては、あの、必要なことやから、まあ、脈々と引き継がれていくんじゃないでしょうかね。こういうことは。うん。でも、そんな大した世界じゃないってこと。全く、全くもって大した世界じゃないし。まあ、俺、もう本当にもうこんだけのことやからうん、何かになるって話でもないしね。 何かじゃなくなったってことやからブッダにな,なったとかそういうのはうちょっと違うね本当に逆や、ね、<laughs> 何でもなくなったっていうことやからねから誰にも勝てない人になったしうんみんなと同じ 土俵にやっとこ <laughs> っからさせてもらえるようになったってだけでね <laughs> 今まで土俵にも上がれんかったっていうそこですよねやっと土俵に上がらせていただけるようになりましたっていう感じですからね本当になんて言ったらいいんやろ みんなと同じですっていうことでうんもう誰よりも一歩も前に出てないし <laughs> むしろもう本当にやっとこうリハビリして帰ってきたみたいな感じですよねでこう今これをこの,この今を本当にこれですねっていう感じで。 納得しててだけですよねうーんもうそれ以外にございませんで何が特段なんかなるわけでもないですただもうこうやってこういうことが話せるようになったっていうのは自信持ってそれだけはあのだってだってこの手俺じゃなくてこの手をこの手を この手を否定、今の音とかこの手とかこの指とかこう,こういうの、これはまあ否定できないでしょうが、誰も。だから、これなんですよ。これを何か言えるかどうかっていうところで、俺が今言ってることじゃなくて、これだけ、これだけをどう捉えるか、捉えるかっていうか、これを 受け入れられらるかかどうかってこれに本当に納得できるかっていうところなんだけですよ。本当に。何もございません。これ以外。これは、悟郎が悟る前が今見えてるこれなんで、今皆さんが見てるこれですよ。これでもう納得してもらったら、もうこれで終わり。これで終わり。これで終わりましょう。 これでも皆さん悟りました。これ見て、この手見て。俺じゃないよ。これを否定できるこれは悟りじゃない俺じゃないよ。これだよ。今。今これ受け入れてこれ。求めてきた人。<laughs> 悟ってないと自信持って生きれないって悩んできた人。 これを見て、これで納得して、絶対大丈夫やから、これで。OK! 決まった決まったやったー